検温します。こちらで検温します。今日は、とりあえず 35.8 度。Listen.選手、はい、橋本選手ってどういう、ケント、はい、ケントはねマジでいい選手、戦えるし走れるし、まあ、そのボール出し能力、まあ、本当に人が届かないようなとこまで届くし、それでかつすごい下半身が強い、体幹も強いし、でボールも奪えるから、もう本当に最高のチームの助けになるなっていうふうに思ってます。トータルミッドフィールダーですね。じゃあ、いや本当トータル、なんかもうそれこそホタル君って感じ。俺は全部できる、守備も攻撃もできてさばけるし、すごい俺は本当にその下からギニアユース、ユースでプロでも一緒にやってるし、12歳、3歳では初めて出会って、ユースになってから一気に力つけたっていう、うん、まあ、プロになってその僕が代表入った後とかも、どの若手が来るかみたいな質問があるんですよね。毎回ケントって答えてましたね。でケントにも絶対にしっかりその自分でやるべきことをやってれば代表になれるから、そのポテンシャルはもう一緒にやっててあるって分かってたから、ずっと言い続けてましたね、彼に直接。素晴らしいプレイヤーだなっていうふうに思ってます。じゃあまた一緒にプレイできるの楽しみですね。すごい嬉しいです。お願いします。全身から
全身からいきます。20年前の範囲で指輪はどうします？ヴィッセルのユニフォームを着てみて。やめにどうすか。似合ってます。いや似合ってますよ。ちょっと違和感ありますね。この色が。まあすぐに。すぐに慣れてくれれば。はい、15番です。15番にした理由は。はい、ありがとうございます。特にないです。特にない。なんか、お前、なかったですね。空いてる番号が。うん。消去法です。あんま大きすぎる番号屋だったけど2番とか空いてましたけど、うん、2番ちょっと似合わないな。そうですね、まあ、チームを去るか、移籍するかっていう選択を、まあ、選手、外国人選手、ロシアにいる外国人選手はの選択肢を持っていて、まあ、最初はそうですね、まあ、ロシアでやるつもりはいたんですけど、まあ、状況も状況だったので日本に帰ることを決めました、ね。まあ、クラブがまず決まる前にそうですね、まあ、日本に帰ることを先に決めていて、まあ、ヴィッセル神戸さんがオファーをくださったので、やっぱり熱意っていうのはすごく感じましたし、すごくやりがいのあるクラブだなっていうのは感じました、ね。はい、経験のある選手が多いですし、僕に対して高い要求をしてくださる選手がたくさんいるだろうなと、僕がミスをした時は怒鳴りつけてくれるような選手がたくさんいるだろうな、まあ、自分の成長を一番考えた時に一番いいクラブだなっていうのは思いましたし、まあ、まずは自分の一番の持ち味である相手からボールを奪う、走って戦うってところを出しながら、まあ、チャンスがあればやっぱこの前に入っていく、この前の精神力ってところは、そうですね、存分に出してほしいっていうのは話しました。まあ、華麗なプレーは出せないかもしれませんが、泥臭いプレーでチームに貢献したいと思いますし、自分は得点も取れると思っているので、そういった攻撃面でゴール前の迫力っていうところを出していきたいなと思ってます。まあ、僕は本当に今はヴィッセル神戸のためにサッカーに集中して成長していきたいなっていうふうに思ってます。気持ちの部分ではもう 100% 準備はできてますし、そうですね、戦う準備はできてます。